皆さんこんにちは、あーちゃんです。今日は人間用のお洋服を大型犬用のお洋服にアレンジしていく方法をご紹介したいと思います。前にツイッターでもご紹介したことあるので知ってる方もいると思うんですが、見ていただけたらと思います。大型犬のお洋服って小型犬に比べて可愛いのも全然ないし、しかも値段も高いので、それドッグランとかで着せてって汚しちゃうのもったいないので、うちでは人間用の安いお洋服買って、それを犬用にアレンジしてよく着せてってます。で、今回はサンキューマートでこのクッキーモンスターのお洋服とエルモのお洋服を買ったので、これを大型犬のハルとリオンのサイズに合わせて直していきたいと思います。で、お洋服選ぶ時のポイントは、自分の犬よりもちょっとサイズ大きいかなぐらいのお洋服を選ぶのがポイントです。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、じゃあまずは何センチぐらい削るか見ていきます。私はもう目分量っていうか目測で測って適当に作ってるんですけど、ちゃんと定規で測りたい人は測ってください。で、お腹のところですね、リオ男の子なので、ここティムティムにかかっちゃうとおしっこで汚れちゃうので、15センチぐらいかな、15センチぐらい削ります。で、お腹のところが10センチぐらいかな、20センチぐらいかな、お腹のとこ20センチぐらい縮めていきたいと思います。結構適当に作っても形になるので、一回安い T シャツとかで試してみるといいかもしれないです。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、じゃあまずは下から15センチ測ります。この辺も適当でいい。で、左右を10センチずつ縮めるので、これで線を引きます。で、ちょっと見にくいけど、10センチ開けたところと、10センチ開けたところからと、この脇の下までのところでこう斜めに線を引きます。まあ、引かなくてももういきなり切っちゃってもいいんだけど。で、反対側も同じようにして、これに沿って切っていきたいと思います。切るときはここのつなぎ目、まあ、気にしてもいいし気にしないで切っちゃっても、最後にってか、この後ロックミシンでもう一回やっちゃえばいいので、私はこのこれごとここの内側から切っちゃおうかなって思います。袖とつながってて結構なんかごちゃごちゃ複雑になっているので、袖のところ切り落としちゃったら大変なので、このちょっと手前のところまで残して、ちょっと手前ここ残して切りましょう。はい、こんな感じで切れました。で、言い忘れてたんですけど、ここちょっとこうちょっとこうなんていうの、ちょっとこうなだらかな円っぽくなってる方がより犬服っぽいのかなって感じはするんですけども、直線でもいいし、そこはお好みでいいかなと思います。じゃあ今からまずはこの両端を縫い合わせていきたいと思います。はい、こんな感じで、端っこを処理しました。で、言い忘れてたんですけど、ここの辺先に処理した方が楽です。
この辺を先に処理して、でロックミシンがうちにはあったんでロックでやったんですけど、別にジグザグ縫いで普通のミシンでやってもいいかなって思います。でミシンの糸はニット用の糸を使ってください。 T シャツはよく伸びるからニット用の糸の方がいいかなって思います。で最後にここの辺を三つ折りにして縫って完成です。でもしお腹のところを合わせてみてちょっと大きかったりしたら、ここ三つ折りするときにここにゴム1本入れてちょっとクシュクシュってなるようにしたりしても可愛いしちょうどいいのかなって思います。こんな感じで完成です。で私はめんどくさがりなんで白いニット用の糸でやっちゃったんですけど、同じように同じ色の糸でやったらより綺麗に見えるのかなって思います。伸びる生地なんでなんかそこまで気にしなくても適当に縫ってもなんとか形になります。この方法だと結構簡単にすぐできるし、服も390円の服だから破かれた時のダメージ、心のダメージも少ないのかなと思います。春はクッキーモンスター、リオはエルモの服にしました。皆さんもぜひ試してみてください。じゃあそれでは